はい、今4月12日の8時58分です。それではまた定点観測いきたいと思います。もう完全にもう春の状態になりましたね。もう雪がほぼありません。まあ、ここにちょっとね雪が残ってますね。この谷間の日当たりが若干良くないところは残ってます。はい、水仙は咲いてます。だいぶ水仙の花が満開になってきましたね。これもなかなか見応えがありますね。はい、これね実は水仙植栽して植えたやつなんですね。何年か前に植えてかなり株数も増えてます。はい、雪はだいぶ減ってますね。はい、はい、ここがですね2メーターラインですね。はい、だいぶ高くなりますね。はい、以上です。はい、ただいま4月13日の8時45分ですね。はい、もうなんか完全に春って景色でですね、もはや雪解け定点観測なのかと思われるかもしれませんが、まだ一応この辺はちょっと残ってますね。はい、ああいうとことか。はい、でここはもうだいぶ減ってきましたね。そして水仙もこの辺はまだつぼみがぐっと出てきて、こっちはもうかなり開いてます。おー、すごい。はい、綺麗な水仙ですね。ちょっとこのいつまで咲いてるのかっていうのもちょっと興味ありますね。はい、まあ今上の雪はこんな感じです。はい、これでもう立ててさせないぐらいの状態になってきました。で、まあ、ちょっとこう持ちながら、高さを測ってみたいと思います。だいたいここがねもう1メートルなんで、ほぼ1メートルぐらいまで減りましたね。で、一応ここが2メートルラインです。はい、今回は以上です。はい、ただいま4月14日です。じゃあまた雪解けの定点観測いきたいと思います。おお、もうここの雪がなくなりましたね。田んぼは残ってますけど。そしてもはや雪解けの定点観測というより、これ水仙の定点観測みたいな感じになってきましたね。こっちはつぼみが結構開きそうで、ここまで花が咲いてますね。はい、ちょっといい感じで撮りましょう。はい、そしてまあこんな感じですね。まだ雪は残ってます。はい、ここが2メートルラインになります。はい、ただいま4月、今日は4月15日ですね。はい、じゃあまた定点観測行ってみたいと思います。なんかすごいとこにゲドラが止まってますね。はい、水仙がだいぶ綺麗ですのでまた撮ってみましょう。なんかこう昨日雨降ったんでなんかこうクターっとしてますね。はい、こんな感じです。はい、だいぶもう雪も溶けてきましたね。これ、まあ、ここが2メートルなんですけど、ここが1メートルラインですね。もう1メートル以下になってきてる感じですね。この辺はちょっと1メートルより高いかもしれませんが、はい、以上です。はい、ただいまですね4月16日ですね。じゃあまた定点観測行きたいと思います。まあ、一応雪あるっていうことをですねこっち見ていただきたいと思いますが、ここはほぼないですね。はい、ここも、水仙のつぼみが出てきましたね。はい、はい、昨日はね結構水仙がクターっとしてましたけど、なんかピーンと張りましたね。はい、元気いいです。はい、まあ分校はこんな感じです。はい、ここが1メートルラインで、あ、間違えた。はい、ここが2メートルラインで、ここが1メートルラインになります。はい、以上です。
はい、本日は4月17日ですね。また、定点観測行ってみたいと思います。今日は雨が降ってます。はい、排水線がここもちょっと咲いてきましたね。まばらですね。で、こっちはもうだいぶ咲いてますね。はい、綺麗ですね。はい、分校の様子はこんな感じです。はい、もうここほとんどなくなりましたね。はい、ここが2メートルラインで、ここが1メートルラインですね。はい、本日は以上です。はい、本日4月18日ですね。18日。はい、さあそれではまた定点観測いきたいと思います。はい、ここもつぼみが出てきましたね。ちょっと咲いてます。はい、水仙が綺麗です。はい、もうほとんど雪がなくなってきたような感じです。はい、はい、まあ、ここが2メートルラインで、ここが1メートルラインです。はい、もう1メートル完全に切ってますね。はい、以上です。